あ、わたくしね。皆様って腐らしたことあります腐らせた液体って、ほんとに少しでも手につきますと、ほんと、永遠に取れないんですのよね、匂いが。なんなんですの、ね、これ。お味噌汁をね、腐らせたことがございまして、何を使用するんですかあ、鍵ですよ。なんかアイテムありますわ。黒いものがこびりついてる血ですわー。ブラッドですわ、明らかに。腐らせてしまったことがございまして、あの、それをね、 私、皆様にお教えしたくて、腐ったら本当に匂いが取れなくてびっくりしまして、あの、よく、歯磨き粉とかを塗ると、ルイジュアの南部で、ここですわー明らかにここですわあ人魚ですの人魚は偽物ですわよで、あの、腐ってしまった液体がついた時の対処法ですわ。あのね、おしっこかけるといいんですわ。 匂いが取れなくてあの洗剤とかせあのお体をね洗うボディーソープとかであのゴシゴシ洗いましても全然取れなかったんですわで歯磨き粉で試しても取れなくてどうしたらいいんですのって思いましてあのおしっこをねアンモニアってこう何でもいいってよく言うじゃありませんことだからおしっこをかけたらちょっとどうにかなるほんとにねほんとに臭かったんですの あってもこの匂いが取れなくても、これ私頭がおかしくなってしまいますわと思いまして。だいたい全て焼け焦げてるの何なんですのこれ何なんですの？焼け焦げた皮膚ですわ。おしっこかけてみたんです。の。おしっこかけたらね。匂いなくなったんですのよ。これガチですわ。それだから本当にまお味噌汁腐った。お味噌汁以外に効くのかちょっと不明なんですけれども。 匂いがついてちょっとこう、あ,あ、びっくりしました。わたくしの影の出てき方異常ですわ。なんかその時は、あの、おしっこをかけてみると、あれ、近づいたら爆発して死ぬんじゃございませんのおしっこがいいですわ。ちょっと怖くなってまいります。ちょっと一度休憩いたしますわ。お水を飲みますわ。